こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はペンテルのエナージェルクレナという商品の紹介です。とこちら通常のエナージェルの、まあ、ボディのちょっとカラーバリエーションバージョンということで、ちょっとシックなカラーで、まあ、大人女子が使えそうな感じなんですけど、これ実はちょっと僕だいぶ気に入って、普段使いにしています。でこちらブラウン軸になります。ブラウン軸はインクもブラウンで、まあ、とてもちょっと気に入っていますね。まあ、ブラウンの軸に、まあ、ここだけちょっとストライプが入っていて、でクリップもメタル調の、まあ、これはプラスチックのメタルメッキかなと、まあ、ノックと口金と、まあ、メタルパーツみたいな感じで、そうコントラストが取れて綺麗な商品になります。でこちらがブラウン軸になります。でブラウンだけじゃなくて、このこれブルーブラックになるんですけど、ブルーブラックとブラウンとはすごく気に入ってて、なかなかかっこいいですね。これもブルーと、まあこのラバーのとこもブルーで、まあすっきりとしててとってもかっこいいですよね。でこちらの商品は 0.3 ミリです。とこれがブルーブラックですね。でこちらがレッドになります。まあ本体はピンクなんですけど、ピンクといっても、まあちょっとシックなピンク、サーモンピンクみたいなカラーですね。サーモンピンクの本体にラバーもピンクで、まあストライプが施されてて、まあこれもちょっとメタルと相まってなかなかかっこいい商品じゃないかなっていうふうには思います。こちらがレッド軸です。でこちらの商品は今回 0.3 ミリをチョイスして、これ普段使いにしてる3色なんですけれど0.3 ミリ、0.4 ミリ、0.5 ミリがあって、でこちらがカラーインク使ってる3色になります。でこの他にね、白軸があって、ミモザイエロー、まあ白にここの部分がイエロー、白にこの部分がミントグリーン、それから白軸にこの部分がクラシカルピンクとサックスブルーという黒インクのバージョンもあって、まあとても使い、まあ実際には黒インクのサインペン、まあゲルインクですか、これゲルインクのボールペンになるんですけど、まあそちらはあまり使わないんで、まあエナージェルは皆さんお使いかと思うんで、その書き味とかはすごく書きやすいっていうのはお分かりかと思うんですけれど、まあクレナちょっと店頭にも並んでるんで、まあ使いやすいですね。でさらにちょっとこの大人クラシカルというなんか表現があったんですけど、僕の中ではこの、まあ、ブラウンとブルーブラックっていうのはちょっと常に使っときたいカラーなんで、それに赤が あるので、まあこの3本実は今のところはすごく普通に普段使いしている商品です。まあまあ、定番商品とか限定商品に限らず、またいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。